サウンドジュリアです。今回はですね、こちらのアナログレコードを、空気録音してみたいと思います。先日仕事で出先の近くにですね、ハードオフがありましたので、帰りにちょっとハードオフに立ち寄りまして、まあ、レコードコーナーこう漁ってですね、こちらのレイ・ブラウンのレコードを、見つけて買ってまいりました。価格は1430円でした。まあ、どうしてこれ買ったかっていうと、1981年のレコードで、まあ、80年代にレコードから CD に移り変わるっていう、そういう時期なんですが、76センチのマスターテープを使って高音質録音したレコードなので、もうレコードの最後というか最盛期というか、一番いい音の頃のレコードなので、まあ、これを買ったわけなんですけど、これの A 面の2曲を、後ろに見えますタンノイのスーパレットモニターで鳴らしてですね、そして空気録音をしてみます。まあ、81年のレコードに80年のタンノイのスーパレットモニターと。そしてアンプもですね、AU の D707、これちょっと個人所有なんですけど、まあ、これも79年とか80年のアンプなので、その組み合わせで音出しをします。ちょっと機器の説明のため場所を変わります。レコードプレイヤーはですね、このミラコード90、これ店で使ってるものなんですが、エラックの技術者を戻してですね、まあ技術者というのは、レコードを作ってた頃の、当時の技術者を呼び戻して、もう一度、アナログレコードを作った最上級モデルですね、ミラコード90です。まあ、実売30万から40万の間で買えるのかなっていう感じです。で、カートリッジはですね、テクニカに OEM で作ってもらってるものがついてるんですが、テクニカの VM 型の音とはまあ全然違うっていう感じですね。で、こちらから、先ほどの707、こちらに、入力しまして、スピーカーを鳴らします。これ、前ですね、ブログで AU607 と、D の607をメンテナンスしたものを動画アップした覚えがあるんですが、その当時707もあってですね、その最初のものって大体鍵盤取ると中そっくりで、まあ、一緒に見えるんですけど、この2世代目の D の707って4キロか5キロ初代より重くなって、この時上位モデルの907が出たんですが、重さがほとんど変わらないんですよね。で、音の方も、まあ、こちら、抜けとキレが良くてですね、長岡鉄道のダイナミックテストかなんかで、まあ、立ち上がりがいいというか、反応がいいアンプだっていうような評価がもらえてたと思うんですけど、まあ、実に、はっきりくっきりした音で、ちょっとこれ違うのかなっていう感じがします。で、これを使って、スピーカーは、先ほど後ろに見えておりました、このタンノイのスーパーレッドモニターと。で、こちら、なんでタンノイかっていうとですね、私、ジビルの4343とか4333とかですね、まあ、4344、まあ家で使ってまして、それで、まあ、抜けとキレがいい4343、あれにこの4343とか好きなんですけれど、このタンノイもですね、プレステージシリーズ皆さん想像すると思うんですが、これスタジオモニター用ですので、4343みたいな抜けとキレのいい音がするんですよね。で、年代も80年ということで、スピーカー、アンプ、レコードの年式を合わせて、ちょっと音出しをしてみたいかなっていうふうに思います。じゃあ、ちょっとかけてみますので、聞いてみてください。
ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、レイ・ブラウンのですね、ブンブンこうなるようなベースに、まあ、ドスドスチンチンで切れまくる、まあ、ドラムですよね。ちょっといいなと。で、こういうレコード、まあ、結構ありますので、次回から面白いんでアップしようかなっていうふうに、思っております。今回はいい時代のアナログレコードを、空気録音ということで聞いていただきました。ありがとうございます。